皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私うちのテイストでお届けしている30分番組です。はい、オープニングはですね、ちょっと久しぶりの感のある抱っこのお話を、ね、してみようかと思っています。はい、ね、抱っこセミナーいよいよ、まあ、今年で3年目になるんですけれど、抱っこセミナー初めてね3年目になるんですけれども、去年の11月の末に北海道に、行ってセミナーさせていただいて、なんと今年このね、5月にとうとう北海道に行くことになりました。どんどんどんパフパフパフ。なんかね、もう沖縄と南沖縄、北北海道でもなんか全国制覇みたいななんかでもそう言っちゃえみたいな感じなんですけれども、まあ、北海道なのでね、結構、まあ、距離的には遠いんですけれども、でも、割とね今 LCC で格安の航空チケットとかがあるので、まあ、割と行きやすいかなとは思っているところです。ね、でもやっぱ北海道とね、方たちに話す機会なんていうのは、まあ、そんなにはおそらくそうしょっちゅうはないかなと思っているので、まあ、普段の抱っこセミナーのお話にももっとプラスして、なんかこう最近の新しい抱っこ事情的なものとかネタとかを、ね、ふんだんに入れてみたいなと思っています。でやっぱりそういう地方の方に行くと、やっぱり地方それぞれのママたちのこう性格ではないんですけど、なんていうのかな、それぞれのところのねこう環境とかに合わせていろいろあるかなと思うんですけども、やっぱ北海道の方とかって、まあ、冬が長かったりするとお家の中にねやっぱりずっといる時間が長くって、やっぱりそうなってくると子供と1対1、まあ、1人目のお子さんとかだと特に1対1だったりとかする時間もね長かったりとかすると、それだけやっぱりママの気持ちっていうのが、まあ、ママの本当に気持ちがそのままね子供に伝わったりとかもするんじゃないかなと。それあとは行き詰まるって言ったらおかしいですね。私も実はその息子第一子の息子の時には、まあ、1対1 の、 親子だけで過ごす時間っていうのがすごく長くって、まあ、それのおかげでじゃないな、そのせいですごいこう落ち込んだりとか、あとこれ自分だけの問題なんじゃないのかなってすごい思ってしまった時期もあったんですね。まあ、だからそういう、まあ、そういうなんかそれぞれのママたちの悩みとかも、普段はの抱っこセミナーではなかなかねそういう、まあ、お一人お一人の悩みとかってなかなか聞けないんですけれども、まあ、もしねそういう時間が取れたら、そういうせっかく行く北海道ですので、なんかこうママたちお一人お一人の、まあ、特にまあ私の場合は抱っこがメインなので、抱っこについてのお話を聞かせていただければ嬉しいなと思ったりもしています。まあ、北海道残念ながらそんなに知り合いないので、ぜひね皆さん、これをご覧の皆さんの中で北海道友達いるよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひこのママラフも合わせて、こんな見てみたらなんて言っていただいて、やるらしい抱っこセミナーのことをねちょっと言っていただけたら嬉しいなと思います。ではメインではゲストを呼びしてまた楽しいお話したいと思います。まあ、ゲストといってもねとてもねってそういう扱いですけれどもね、はい、今日はカラーのお話でもなく子育てのお話でもなく何の話かなだーやー出ました。でもねやっぱりね、せっかくジャニオタとかでね、まあ、なんていうの、もう無理やりカークン鼻血ね出たので、ね、やっぱりいや今はと、ね、皆さんも知ってる方はいらっしゃると思う、はい、誰の伊藤秀明さん、はい、そうですね、秀明です、秀明ねの番ということで、かっこいいでしょでもあんまり伊藤秀明さんファンに合わないです、うん、あでもさ、なんかほら書き込んだ時には結構なんかいなかったよね、うん、でも反応が薄い薄いですよ、薄い、まあ、でもね、それこそ iPad でね、私伊藤妃まで入れたらちゃんと秀明って出たからね、それは出ますよ、さすがでございます、さすがでございますよ、そんなね伊藤、そんな伊藤秀明そんなってどんなんやまあとりあえず軽くきっかけぐらいから、はい、軽くきっかけはもうあれです、海猿、あ、はい、海猿の
仙崎大輔っていう主人公の役をやってはるんですけど、もう私は仙崎大輔が好きで伊藤英明は好きじゃないってずっと言ってたんですよね。そう、ずっと、まあ、言ってたっていうか、それもあんまり知らなかったけどね。で、仙崎大輔が私の理想の旦那さんなんです。もうあの写真出したいぐらいだよね。もうね、もう理想の旦那さんなんですよ。で、なんだけど、あの番宣でテレビに出はるでしょ、うん、伊藤英明が、うん、じゃあ手が勝手に高画質で録画してるんですよ。伊藤英明として出てるのに、そう、はい、あれなんだ、私常に高画質でわざわざ質を変えて録画してんのかなっていうことをゆかさんに言ったら、それは恋に落ちてるよねって言われた。そこで初めて、ああそうなんやで認めたんです。伊藤英明のことが好きなの。そうなんだって一回思ったら、めっちゃ好きやったんだね。次から次に目に飛び込んでき、で映画も立て続けに結構やらなかったでしょ、好きになってからね。そうか、うん、あの伊藤英明さんが好きって思ってから思ったらね。でもそういうもんだと思うけどね。すごい目に入るようになって、もうドラマもね、そう、あ、そうよね、ドラマもね、そう、結構出はるでしょ、でずっと好きですよ、そっからもう英明、そうそうそうね、だ、なんだったらなんだっけ、あのパソコンが、そう、今パソコンの名前はもう英明。パソコンの名前ですからね。パソコンですよ。で、この前 MacBook Air の13インチを買い直したんです、新しく。なので、英明13です。ゴルゴ13みたいな。そうそうそう。英明13で、もうみんな分かってくれますから。そうね。今日英明一緒って言われて。え、今日パソコン持ってるんだって。そうそう。同伴ですみたいな。英明を出すっていうのが最近の流行りです。あ、セッションする時も、これ秀明ってこれみたいな、なそれ、これこれっつって出す。一応何、画面は秀明になってなってますよ。今はあのテラフォーマーズ、あ、そうか、はい、壁紙です。テラフォーマーズ説明は後でする、今する、今しましょうか。最新作で、映画で三池監督でね、漫画なんですよね、もともとは ね、うんうん、みたいで、テラフォーマーズっていう映画を撮られてて、すごい、小栗旬さんとか、うんうん、ヤマピーとか、うん、なんか有名な人もいっぱい、山田孝之、そうそうそう、ね、出る映画 の主役が伊藤英明さんです。だからね、先週分ご覧の皆さんはね、あ、ここで主役対決かと、あ、そう、分かっていただけるんじゃないかと思うんですけど、ここで今回はいただきたい、はい、いやいや残念ながらという話に、そうそうっていう話になったわけです。で、そのケイちゃんが伊藤英明が、まあ、その好き、まあ、確かにかっこいいわな、うん、かっこいい、まあ、それだけではきっと好きにはならないと思うよね、うん、どんな、そう、あの、なんかね、筋肉ムキムキでしょ、うん、で、あんななんかテンション高いでしょ、うん、で、もしかして筋肉ばっかかなってみんな思ってるかもしれません、うん、でもね、そうじゃないんです、どう、 あの、うん、チャラい感じなんだけど、本当はものすごい繊細なわけです。で、その繊細さはどこから来ているのかっていう分析ですが、はい、幼少の頃にあの人一回なんかすっごい病気で、うん、もう生きるか死ぬかの闘病生活を小学校の中学年か高学年ぐらいまでしてはってね、小学校にほとんど通われてないんですって、うん、そう、ずっと入院されてて、なんか腎臓の病気やったんだ、長引くんだよね、そうそう、当時はその治療法とかが分からへんかったから、もう死んでしまうかもしれへんっていう生活をずっとしてて、ずっと外を見て遊んでる子とかを見てたみたいな。あ、病室から。そうそう。うん、で、なので、伊藤英明さんのこう生き方は、もう一回自分はもう死んで、でもおかしくない子経験をしてきたから、今をもう全力で生きてはるわけですよ。悔いのないように。悔いのないように。で、なんか死ぬまでにしたいことリスト、バケットリストって言うらしいですけど、それを常に持ってて10個ぐらい持ってはるみたいなんですけど、で、世界を旅してその夢を一個一個やって生きてはるんですよ。めっちゃかっこいいでしょ、男気でしょ、そういうところが大好きです。そうか、なんか去年もなんか海、なんかすごい海のところに行ってロケしてたね、うん、ロケして、で、なんかその海外に行って現地の人ともすぐ仲良くなるんですよ。それは心がきれいからです、清いから。そうなの？そうそう、だからこうハートがね、つながり合うわけですよ、あの少年のような笑顔でね、ただの筋肉バカではございません。確かにただの筋肉バカじゃないのは、うん、他の演技ね、それそ、まあ、海猿はほらそうやって、まあ、筋肉なんだけど、うんうん、私的にはやっぱりね、悪の経典とかの、そう、悪
ね、怖いやつがこの間ついこの間もらうドラマでちょっとあの何あのいやらしいってエッチのいやらしいじゃなくて、うん、何考えてるかわからないあ無痛や無痛、ね、ああいうああいうのもできるっていう、ね、そうなんですよ。そうだからすごいお芝居もうまい、うん、うまいと思う、うん、ね、ゆかさんもう一回ウッチョブっていう映画があってこれねそうそうI love you っていう手ぬぐいを振り回すシーンがあるんですけど、あれは面白かった、あの映画は本当に面白かった、元とかローギャン持ってたけどそうそう、でこのウッチョブでね、山に住む山男じゃないですか、なんていうかな、植林、植林じゃ、植林じゃなくてあの林業の、林業の人で、そうそう、ものすごいもう何千年とか生きてる木をほんまに切り倒しはったり、その電動のノコギリ、電動あのなんていうの、チェーンソー、チェーンソー、あのチェーンソーで、あれもすっごい練習してほんまにやってる人みたいな、だってあれ資格があるからね、本当はね、セレット切ったはずでしょ、うん、もうなんかすごいなんか本気度が違う感じ、あいやでもね、思ったのがほらそれこそその日本アカデミー大賞の時に、はい、あのウッジョブで助演男優ね、そうそうノミネーションだったじゃない、うん、他あの賞他のそのウッジョブに出てた他の人たちは誰一人賞取ってないからね、でも助演で取ったっていうのはやっぱりすごい演技が ねすっごい面白かったですしね、うん、そうまあ最優秀はいただいたけどそれもええわゆかさんはもう面白すぎて泣きましたもんね。そう、ウッジョブはね、ぜひまだ見てない方はね、ぜひねあのレンタルして見ていただきたいぐらい、はい、めっちゃ面白かったです。ね、ストーリーも面白いし、うん、もう伊藤英明さんは海猿超えぐらいの、あのハマり役でしたよ、うん。そうかもしれない。すっごい。うん、でちなみに一個だけネタ言うと、ね、ゆかさんが号泣してしまったシーンは、なんか手鼻を噛むっていうんですかね。鼻をポンってやったら鼻がスパーンって出るんですけど、ね、その分量と速さが半端なかったです。私だってその時も笑ったけど思い出して涙したんだもんね。そうそう。すっごい泣きました。あれはね衝撃的だった。あの映画館で初めて声出してなったもん。って言いましたもんね。そうでもあれ面白いだけじゃなくてすごいこう感動な話やし、うん、生きることとか、うん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 、あと先祖を大切にする、うん、あと未来の子供たちのために木をね、うん、こう育てていく地球を大切にするみたいな、うん、なんか壮大な話なんですよ。なのでぜひ見てください。まあ、面白い、本当面白かった、うん、あれは面白かったのでぜひね笑いたい方は見ていただければと思ってます。で、悪の拠点見てない？見ましたよ。あ、見てる、うん、悪の拠点も、テラフォーマーズの監督の三池監督が撮ってはるんですけども、うんうんうん、ほんま怖いんですね。で怖い、あれ私はあのチラチラとしか見てないけど、うん、はじめ英語の教師の役なんですけど、すごいフレンドリーなんですね。もう女子高生の頭をこれとか言ってやられたりするの。これやられたすごいもう大人気の先生なんですけど、実はもうサイコパスって言って、もう心がもう殺人鬼として生まれてしまったみたいな感じの人で、もう突然もう全校生徒をライフルで撃ちまくって殺すっていうやつなんですよ。あ、R15かなんかだったっけ、ね、18ちゃうか、分かる、もうすごい怖いんですけど、もうね、海猿のあの人を助ける、そうだよ、ね、自分の命をかけて人を助けるっていう役をやってる人がもう皆殺しなんですけど、ね、その時の顔が全然違うんですよ、うん、もうほんまに怖い。だからすっごい幅がね、幅が広い、また上手、上手ってあれだけど、ま、本当にいい感じで演じ分けてるのがね、でしょ、もうすごいなって。 でもバラエティに出るといつもなんかチャラけてね、あのやってしまうから、なんか伊藤英明ってよく言われるんですよ。結構私伊藤英明さんが好きですって言ったら、へえみたいな、鼻でふーってなってる人が多いんですけど、うん、めっちゃ芝居上手やし、うん、その子供の頃からね、いろんな人生を経験し幅が広い人なんですよ、うん、多分ね。男の子で、でも会うつもりやけどって言って、でもね、ほら、去年結構、去年おととしか、おととしね、結婚しちゃってね、結婚されてね、あの時はね朝起きたらね、もういっぱいメッセージが来て大丈夫、ケイちゃん大丈夫って、何が大丈夫かなと思った、伊藤英明結婚でしたよねまあね、みんながね、はい、ショックちゃうかな、ケイちゃんショックちゃうかなって思ってね、はい、まあ意外に大丈夫でした、意外に大丈夫だ、はい、でもこの前テレビで、あ、そうですよね、何て言った、妻って言った、妻か嫁か、あ、嫁って言った、嫁、
って言うてるのを聞いて、あ、もういい、もういいって言われた。もういい、え、もういいのってなったけど、うん、なったけど待てよ、またまたちょっと、あの一時だってね、本当にあの、まあ、ご存知の方ご存知かもしれないですけど、ちょっとゴローバルにもね、行かれて戻ってきました。戻っちゃったね、はい、あの、で、それはやっぱり違った、違いましたね、あの湿気感、湿気感、あ、そうそう、あのケイちゃんね、湿気感が大切な人なので、あの、ただ単にね、かっこいいとか、ただ単に綺麗とか、ただ単になんか男っぽいじゃないですね。違うんですよね、わかります、湿度感、そう、あのケイちゃんの湿度感をぜひ、ね、皆さんに説明して、言葉は難しいですよ、なんかちょっと、まあ、ボスなヒゲが、はい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 、なんか湿気てる人いますね。結局湿気てる人そう、そう、湿気てる人、色気ですよ、あのある人は湿気てるんですよ、ね、うん、まあまあ色気、カラッとしてへんねん、あ、うん、どうね、うん、で、五郎丸選手はカラッとしてました、あ、それはまたスポーツマンスポーツマンでちょっとね、カラッとしてなかったらちょっと嫌だよね、なんかそれこそガンってタックルした時になんかこうコネコネコネしてるこのコネ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 つまむとかそう、で、なので、うん、伊藤英明さんはそのはちゃめちゃな感じもあるけど、でもね、その繊細さが湿気に、そのはちゃめちゃぶりっていうのはなんか見えたりとかするの、けいちゃん的にはその、あ、この人はちょっとはちゃめちゃしてるっていうの、まあそらなんかごめん、あの、私本当に今何の気なしに聞いちゃったけど、ね、あかんことあったり、まあ、いろんなね、フォーカスされたりとかもあるし、ぜひね、あの、何それかあかんことなんで、あかん写真が出てきますからね、はい、そう、あとはもうあの海外行っても、うん、本当遊び方がすごい豪快、うん、ほんまになんか常に裸やしなんかね、ほんと馬とかすごい、その現地の人が、あの、暴れ馬みたいな馬に手こずってんのに普通に乗ってガーッと乗り回したりとか、あ、馬に乗るのは結構大変やと思う、そうで、自分も馬飼ってはるんですよ、馬主さんです、え、馬主なの、はい、え、あの、競走馬、そうそう、だから時々競馬場に見に来ているんですって、自分の馬が、そうなんだ、そう、行かなきゃ、行かなきゃ、え、ここ大阪ってあるか、でもそんな競馬場ってちっちゃいなんか京都の方とかには来てはんの見ましたよ、あ、ほんと、ツイッターで、そうそうそう、肉がちゃうからどんどん行かなきゃ、ほんとだね、 それいいじゃん、楽しい、え、馬の名前とか知ってる、分かる、でも何頭か持ってはるんですよ、そうなんだ、で、その競馬の馬を持てるのは結構すごいなんかがいるらしい、何が、なんか資格なんかすごいお金もいるだろうし、あ、それお金はすごいと思うよ、まあ、選ばれし人間なんですよ多分ね、あ、でもそうやってほらちっちゃい時にそれで生死をさまようような病気して何もかからず今そうやってね、うん、やってるってことはまあ選ばれし人間ですよね、で、まあ、そうそう、で、あの、やっぱりそう今を大切に生きるっていうことをすごい教えてくれます、まあまあケイちゃんもどっちかっていうと、そう、うん、そうそう、だから破天荒でいいんやな、あ、破天荒ね、うん、なるほど、破天荒ね、うん、なんかわかる気がするな、その場を全力全力で生きててすごいだから魅力的な人やなと思います、まあ、そこがケイちゃん的には、うん、そう、だから筋肉が好きなわけじゃないんですよ、よく聞かれるけどえ、聞かれるそんなこと、私一回コメントに全然知らん男の人に筋肉が好きですかって書かれましたよ好きですって言ったらその人がこんななんか写真とか送ってくる、じゃあ自分がこんな写真やって、あ、やっぱりそうだったんだ、そう、削除しました、あ、まあ、でも確かに筋肉はあるの、ありますあります、ムキムキだって、あのウッチョブであのふんどし姿になるんですよ、綺麗な顔だった伊藤英明のね、お体見てあの筋肉は柔らかいまるで触ったかのように、ね、いや、あの触った感覚が柔らかいんじゃないからね、中身の筋肉のことだからね私が言ってるのはね、別にあの触って柔らかいのことじゃないからね、そうそう、でも、いや、でも綺麗な、本当綺麗なね、体、あの本当にふんどし一丁なんですよ、うん、ね、最後のね、そう、だから本当に綺麗な体してるなって確かに思いましたそう、すごい鍛えてはるでしょ、うん、だからなんか昔 あの白い巨頭でした、うん、唐沢出てたね、あ、すっごい弱々しい感じの受験修正の役だ、もういつもどうしようみたいな、うんうんうん、顔面蒼白で色白くて、あの書き換えちゃった子ね、そう、うんうん、もう顔面蒼白で細くてヒョロヒョロの時代もあったんですよ、そうだ思い出した今、そうだからゆかさんがその
昔の岡田准一さんをスルーしていたようにその白い巨頭時代とかのそのなんかヒョロヒョロ時代は全くですもん、だね、海猿になってからやっぱ筋肉好きだ結果そこ、うん、いやでもでもやっぱ主役になったらね目立つその私らの目に入るのも全然違うしね、うん、白い巨頭はやっぱ唐沢だからそう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 、やっぱその横にね、でも確かにいた、思い出した、そうほんま色白くてでほら本当は偽証罪になっちゃうねうなるかもしれないみたいなそんなんだったよね確かね思い出した全然違いますよ、まあ、そこも振り幅ですよねかなりある、うん、そういう点で言ったらいいなね、うん、だからどんな役しはるんかがすごい楽しみそうそうそう、うん、それはあるあるね、まあ、今度のテラフォーマーズはきっとね、まあ、正義感みたいなそう、もう僕たちが生き残るみたいな、うんうん、大スズメバチで大スズメバチそれ言い出すとちょっとわけわかんないそうか、じゃあそうやって何あの これからのじゃあその計算的にはなんか、うん、例えば今度だぞあるいは試写会行きたいなとかもあるの、行きたいですよ、あの挨拶そうそう舞台挨拶に、ね、来はるんですかね、うん、大阪とか純一さんは来ないけどね、来るときと来ないときがあるけど、でもほら関東で完成披露試写会とかはあるから、そうか、いや行ってみたいですね、生で見てみたいです、あじゃあもうあのまたほらはがき出さなきゃいけないとかあの協力する、あ、ありがとう、またフェイスブックでつぶやいたら協力してくれるからそうそう、だからコンサート歌手の人はいいよなと思いましたね、コンサートで、うんうんうん、見れるというかね、まあ、まあ一応ね時間にはね、そうそうそう、もうそんなないですもんね、あそうか、じゃあ舞台挨拶ぐらいしかないのか、そうそう、うんうんうん、そうですよ、じゃあぜひぜひあのはがきならはがき、ネットならネットで頑張って頑張ってそうそう、あんまり、ね、あんまり私くじもよろしくない頑張って、じゃあそういうのもね、はい、ぜひ当てに当てに当てに行きましょう、そして来年また、はい、また2月にアカデミー賞で、はい、日本アカデミー大賞に大賞日本アカデミー賞で、うん、今回は主演同士ということで、ね、対決です、大丈夫です、負けませんそんなこと分かる、またね 1年後だもんね、ねえ、ほぼめ、それまでにちょっと私らはキュッキュッてなって、そう、すごいドレスでいきましょう、ね、またでもこの色ちゃうの、だ多分この色、ね、この色よね、あでもどうしようかな、私黒かな、やっぱりなそんなこと分かるまたね、ぜひあのウッジョブ、はい、ウッジョブもねレンタルで、うん、レンタルで見ていただいて、あと海猿のじゃあそのなんか好きな、なんか何シーズンがあるんですか、いっぱいあります、いっぱい、ね、もう映画で4つ、あ、そんなにあるの、はい、うん、どれが一番おすすめ、一番おすすめは、もう全部なんかでもほら、もうこれだけは必ず見て的な、私がこのシーンが大好きですね、ラストメッセージで一番最後、うん、一個前、あらラストメッセージ言うたけど次あったまあよくあるパターン、はい、まあもうでもやっぱりもう、じゃあ最初から見てほしい、最初から見てほしいです、テレビは映画があってドラマがあって、あ、そうなんだ、そうで映画ですから、じゃあそういう順番で見ていただければけい、ね、ちゃんみたいにハマるかもしれない、ハマります、見てへんかったら人生損してるはい、じゃあね、メインはまた、あ、メイちゃんはエンディングは、はい、結果からの話をしたいと思います、望みを叶えるカラーメッセージ、パフ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 です、はい、今日は、うん、伊藤英明さんのつながりで、はい、海猿映画、海猿の中の色の話をしようかなと思います、うんうん、で、あの海猿の人、うん、あの会場ポイントのね、うん、あのユニフォームっていうんですか、あ、うん、とかの海に入る時の潜水服、そう、潜水服とかオレンジ色なんですね、はい、でオレンジ、海って青ですよ、うんうんうん、で海に一番入るブルーに入るのが青に反対のオレンジなんですよ、だから対比されて一番目立つから、あーなるほど、なんだろう、ほうほう、はい、なんだろう なんですよ、はい、で海猿のもう一個、普通のこう海上保安庁
方々の、うん、もう一個上というかもっと高度なレスキューをするチームがあって、特殊救難隊、特急隊っていうところがあって、そこは黄色なの、あ、色が変わるんだ。そうそう、で、あの私のカラーの師匠の京都のね、草木陽子先生にがこうちゃうかなって言ってはったのが、オレンジから黄色になるんですよね、オレンジの反対青って言いました。で、あの海の浅いところってブルーですけど、もっともっと深海の方、救難隊ですから、もっと深いところに救助に行くことも増えてくると、もっと深いブルー、紫色、ね、ほう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 、パープルの色になってくると、うん、その反対が黄色なんですよ。だからそんなとこまで行く人たちだから黄色に、そう、とあと黄色ってその追求する、一つのことを追求する技術者である職人ですよね。なので黄色になってるんやとか、うん、なのでその一つの映画の中でも使われてる色にメッセージが込められてるなっていうのを発見するとすごい面白いんですよね。あの草木先生がこの間のフェイスブック、あ、フェイスブックにあのピンクとグレーって今映画やってるやつの、はいはいはい、あのこともちょろっと書いてて、色が、ね、メインになってるからなんか楽しみって書かれてたけど、うん、私もあれは 見ようかなと、ちょっとジャニオタ関係するので、あの書く人がね、書かはったそう書いたのもジャニーズの、何の人だっけ、ニュースの人だし、うんうん、はい、あと出てるのも一人はあの若い人々、そうそう、平成者の若い人々の一人が、まあ、あの2人、主役の2人の中の1人はね、なので、ちょっと気にはなって、ね、だからピンクとグレーだけで、うん、こう想像したらどんな話なんかなっていうのも勝手に作り上げてしまいそう、うん、とかドラマ見てても、うん、あ、このシーンにこの服の色じゃなかったらあかんわなとか、あるあります、あります、映画見てても、あ、それは面白い、そういう見方をするんだね、やっぱり、そう、そうすると深い、より深い意味を感じて、めっちゃうところで泣いた、そういうとこか、そこまで気づいてしまう、そうそうそう、それはあります、また今度そういう話しよう、この映画はこんなとか、このドラマはこんなでした、うん、穴雪で一回一個書いた、面白そう面白そう、うんうん、やりましょう、はい、はい、今日の、放送これですね、これ終わりです、これですね、はい、ママラフのフェイスブックページにも来ていただければと思います。ではまた来週です。